はようございます。釣り子 TV です。一つですね、注文していた夏に欠かせないアイテムがですね届いたんで、早速ですね開封していきたいと思います。何を買ったかっていうとですね、まあ今年暑いっすよね。ちょっとね、身の危険を感じることが最近多くなってきて、機能素材のシャツなんかね、今年もなんかいいのあったら買いたいななんて思っていろいろこうネットを見ていたんですけども、あのエバーグリーンのね菊本プロのブログ、見ていたら紹介されていたですね、まあ機能素材っていうかそういうのがあって、でよくよくそのメーカーのホームページとかいろいろ見ていたら、これ欲しいなと思ってね、一つね買ってみたんですよね。これがこうなって、はい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 、じゃあ開けていきますよ。おお、これ来たね、氷撃って書いてありますね。GM アイスインナーシャツのロングっていうことで、これをね買ってみたんですよね。おお、こんな感じか。はい、 GM ゴールデンミーンですよね。シーバスなんかでね、大きなこうランディングネット、まあ、ブラックバスでも使うとは思うんですけども、大きなネット、ランディングネットを買おうっていうと大体ゴールデンミーンに行き着きますけどね、ゴールデンミーンからこういったね機能素材のねシャツが出てるんですね。これが、熱中症ゼロへって書いてあってね、プロジェクト公式アイテム2018って書いてありますね。で、汗と風で脅威の冷感が持続、これ抗菌作用ね、防臭作用がありますよ、吸水速乾性ですよということで、冷感プリントですよ。あとねこの時期大切ですね、 UV カットね、 UV カットね、紫外線もカットしてくれてということで、これがねなんかすごそうだったんで一袋買ってみたんですけど、まあどんな感じなのかちょっとね開けてみていきますよね。こうね、最近まあね、せっかく釣り行ったらね最後までやりたいんですけどもね、最後夕間詰めの頃ねもうクラックラしてるんですよね。大丈夫かなって、なんかこれ熱中症かなみたいな瞬間が何回かあって、ということで、はい、まあこんな感じなんだ。はあ、ねえ、このなんていうか質感わかりますかね。で、まあ本当インナーなんですけどもね、機能シャツなんでね、価格はね5340円、ね、ちょっとね下着にしては高級なんですけども、あ、でここにこういったのがあって、はい、これで、まあちょっとね水を含ませることによって、ね、その水が蒸発するときに気化熱というかですね、そこをその蒸発する瞬間の機能を利用して冷やすっていうことで、これでこれプラスまあ水とかをちょっと含ませてね、で風なんかがあるときね、風がないとどうなのかなって感じなんですけど、まあ自分なんか大概船とかでですね、レンタルボートとかで釣りするんで、もう、まあ、ちょっと、湿らした状態で、まあ、汗とかでも湿っちゃいますけどね、それで、風を当てることによって冷感作用が発生するっていうことで、あ、でここにゴールデンミーンって書いてありますね。こんな感じのやつ買ってみましたよ、ね、ちょっとね評判がいいから試してみるっていう感じで、菊本プロの、ブログに載っていたんで、なんかすごそうだな、良さそうだなと思って一つ買ってみました。なんでね、まあちょっと下にこの夏ね、これから秋ぐらいまで何か肌着着てるなーなんていう、まあ実際ね、釣り場に行った時にどんな感じかっていうのはですね、あー、あれすごい涼しいわとかね感想を言えたらいいんですけど、とりあえずですね注文して、まあ届いて開けてみたら、まあこんな感じのね仕様ですよっていうことでね、こう名前があってということでね、開けてみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、これですね、ゴールデンミーンのですねアイスインナーシャツね、でロングスリーブモデルね、これを、買ってみたよ、ね、氷撃ってね
これね、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。